あの結果から言うね、うん、トランプでもバイデンでも一緒なんだけど、お前のことですか。まあね、アメリカっていうのは初代モルモットなのよ。考えてみたら。はいはい。で、ほんでまあ次世代モルモットが日本、韓国ね、あまあ台湾もいろんなところがあんねんけど、ね、初代モルモットは他でもないアメリカっていうこと。ということで、皆さん、どうも、こんばんは、ヨンソです。ということで、本日は、お久しぶりに、はい、バリ島から、マルさんがゲストです。イエーイ。ただ、バリ島な感じですね。危ない、危ない。いやー、危ないと。どうもどうも、ご無沙汰しております。はい、おきに、いつもありがとう、おきに。ご家族付き合いさせていただいてね、ずいぶん経つんですよ。はい、いや、本当に。もう、あの、地元も近所でね、バリ島も近所って、もう、とにかく近所でずっとやらせていただいてます。よろしくどうぞ、よろしくお願いします。 おきに。ということで、もう丸1年ですね。いや、まだもう5月なるとか6月なるとか言い始めてるね。いや、まあ中間日本ほらどんどん増えてったりまたしてるやんか。はい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 。なあ、あのまあインドネシアもジャカルタはまあそこそこおるから、うん、あれやけど、まあバリ島はいてないのよね、何にもね。まあなんやな、これ気性悪いことなっとるね、ほんま。いや、ほんまですね。見たことない、全国世界的に見たことない。またロックダウンとか言い出してね、あちこちな世界、ね、ヨーロッパとか、怖いよ。いや、だってこんなんな、毎年冬来るやん、秋口から。ほんで冬になったらロックダウンやろ、ほんでなんかこう夏に近づいて湿度上がってちょっとなんかマシやな思っとったらまた秋口になってロックダウンやろ。いや、こんなん治れへんで。いや、ほんとですね。なんかもう定期的に戒厳令でしゃれてるみたいな状態になってますね。なってるなってる、うん、いや、だからそんなんな、例えばワクチン打たかってさ、そんななんか突発的にな、お前1年ほどでできたワクチンな、どうよっていうの。そうですね。死ぬっちゅう話やそんな。怖いですよね。いや、めちゃめちゃ怖いやん、そんな。だからね、あのギリギリまで頑張って粘ってさ、皆さんね、ほんで、あのね、さっき勇気ある人からね、まあ打っていただいてやな、ね、やっぱり、いや怖いで、そんな。いや、だって調べてごらんよ、ワクチンの犠牲になった人な、世界で全体で何人いてるかっていうな、うん、まあ今回のだけじゃなくてさ、以前からいろいろ開発されたワクチンでたくさん大勢の人が亡くなってるやね。そんなどこまでチャレンジさせられんのよ。無人化実験みたいな。そうね、もうなんか病気まき散らされて、ワクチン打たされて、もうなんかモルモットみたいな感じになってしまってますよね、僕らも。いや、もう気色悪いよ。あの、うん、まあ世の中の騒ぎがちょっと落ち着けばね、インフルエンザみたいに感染症のね指定から外れていくと流れになってくると、うん、まあ全体的にちょっと落ち着いてくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、なんとなくこうコロナを絡めてね、まあいろんなものがちょっと裏で暗躍してる匂いもちょっとするなっていうところがあって、はいはいはい、ね、小林さんなんかどう見られてますか、もう1年これ経ってみて。あの、意外とね、そこじゃないのよ。意外と、はいはい、意外とそこじゃないのよ、どっちかやったらね。やらかしたのはやらかしたんか知らんけど、意図的にほんならどないして、あないして、こないしたろうとかね、いっぱい陰謀論ガンガン出てくる。はいはい、出てますね、はいはい、うん。ナノチップ埋め込まれるとかね。すごいですね、今ね。ガンガン言うてるやつもいてるけど、はいはい、意外とそれちゃうのよ。意味がないから、だって。うんうん、例えばヘビー級のがおるやん。世の中にはヘビー級、超ヘビー級でいっぱいおるやん。うんうん、な僕らみたいな雑魚な、そんなもん相手して、そんな大枚はたいて、なんか施したところで、はいはい、ほんならどないできるって、そんなんないね、うん。第一な、それ薬剤混入やの、クソやの、なんやのって、致死量に至れよ、そのちっこいもんじゃ。だからそこじゃないやな、やっぱり。やっぱり今までの、その欧米のね、植民地支配、ずっとやってきてさ、それにうまいことをこう、すり替えるように株式支配してきたわけで。はい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 、で、そういうことに、まあ、中心を打つっていうんやったら、まだしもね、うん。そうじゃない、人が変わるだけやろ、これ。はいはいはい。じゃあ、我々にしても何も変われへん。うん、いや本当に、いや、そういうことよ。そうですよね。もちろんね、その陰謀論的なところで言うと、ものすごいもう誰がそんな物語書くんかなみたいな、とんでもない陰謀論もいっぱいあったりはするんですけども、ただまあ、マルさんがいつも、まあ、僕らがね、バリ島に行った時にいつも聞かせていただく、やっぱりさっき言った株式会社化されていきながら、やっぱり株を持てる人がやっぱりこの世界で一番偉いというか、全てを実行支配できるようなものが、やっぱり200年ぐらいかけてこの世界を支配するとか、まあ、ロックフェラーとかっていう、もう化け物級のね、あのお金も超大富豪たちがある程度もう主要な国の主要な産業の株を持ってるっていうことで、まあ、いわゆるもうこれコントロールされてて、でマルさんが最近出した動画でもおっしゃってたように、これはもう仕方がない、なぜなら
国会議員とか大統領は選挙で選ばれるけど株主は選ばれないんだってことは自分たちで全部決めていけるわけじゃないですか、民意とか関係なく。そうそう、だからこれがやっぱり根底にあって、今まで陰謀論だとかいろんなことで僕らが分からないようになってたのが、なんとなく今回のアメリカの大統領選挙に皆さん関心持つようになって、なんかディープステートとかいろんなね国際金融資本のこととかを学ぶ人が出てきて、なんかちょっとこの世の中って実はそうなってるんじゃないかなっていうに気づき始めてるように感じるんですよ。まずなんか今の全体的な世の中の動きとアメリカの大統領選見ててね、なんかどんな風にこう今世界が見えてるのかなっていうのをぜひね今日は聞いてみたいと思ってます。あ、なるほどな。あの結果から言うね、トランプでもバイデンでも一緒なんだけど、はいはいはい、お前のこと言うとは、まあね、アメリカっていうのは初代モルモットなのよ、次世代モルモットが日本、韓国ね、はい、まあ台湾もいろんなところがあんねんけど、うん、ね、初代モルモットは他でもないアメリカという国、はいはい、まあ、だからフロントカントリーね、簡単に言ったら、はいはい、でそこが、ね、お前らもやられっぱなしじゃなくてやったらいいじゃんと、じゃあ、うん、まあそういう人たちがあったからね、たくさん、まあ、政治家の中にあったわけやけど、それとあと豪商という中にもあったんや。いや親分そんなこと言ったって、ね、例えばじゃあ子会社って作っていて、事業部って分けていって、うん、ね、ほんでうちの息のかかったうちのせがれとか株暴落させて、うん、ほんでは、はい、お断物さようならとか、うん、そんな風になるんじゃないんですかっていう質問した人があるわけや、過去に、ね、うん、はいはいはい、それを結局はどういうことかったら中国資本ね、はい、でも実際は中国で目の敵にしてるけど、うん、ね、インドもやっとんねや、全部やってんねん、はいはい、あちこちが必死のイランもやってるし、やってたんやな。だからそういうことを、要はまあ仲介者って間に立つ人介してバンバンやってるわけね。これはやっぱりトランジットが盛んな国と地域の人たち。だからこんなことが、要は理解できてない人の集大が日本という国なので難儀するわけや。じゃあなんかわかるかな、例えばじゃあ中国資本に買収された企業がありますと。ね、これは長期的にはアメリカのカンパニーですと。だから、じゃあこれを、要はそれに、どん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 株価下げるような、意図的に、こういう、まあ、政治を、まあ、目指していますよ。でも、それは、いや、ちょっと待ってよと。実際そこで従事してるのはアメリカ人ですよと。何考えてるんですけど。ね、それあかんでしょと。ね、結局は自分たちで自分の首絞めることになりかねませんかって言った戦いと争いだよね、これ。だから、そういうことが分からないけど。で、ほんなら、分からないからどないなのかって陰謀論バンバン出てくるよね。いろいろ次から次と。こんな風に。いや、実際不利益は、例えばさ、もともとね、っていう会社があったり、ああ、ほんまのこと言うてもた。あの、いろんな会社があったりするねんけど、っていう会社がありましたら、ああ、また本当のこと言うてもた。ね、でもこういうのが、結局アメリカメジャー、アメリカの経団連が必ず株を持ってるわけや。これは戦後焼けのような日本の復興支援をした、まあ、カンパニーの一族だよね。まずどういうことかと、まあ、資金提供したわけや。日本の復興に、まあ、応援、加算してくれたわけや。どういうの、この時点では何も悪くないわけやね。悪くないよね。ほんなら、例えばじゃあ、それを金利のして返さなならんかったかっていう方式よりも、ずっと株式を持ち帰った方が優秀、まあ、得ですよと、有利ですよってなったわけだ、はい。だからそういうことを担ってくれたのがアメリカの企業、本当のこと言ったら。そうでしょ、簡単やな、分かりやすいな。もともと、やけどあるも何もない、インディアンしかおれへんかったところにやで、入植してやで、ほんでそこに町づくりして、インフラいうのをね、いろいろまあ作っていて、こう咲いていったんやけど、なんかそういうことにお金出したの誰ですか、アメリカという大国ではありませんよっていう話やね。ヨーロッパという国やね、ヨーロッパ諸国連合やね。で、こういうところがこぞって金出して、ね、どこに、ね、有利利権を、まあ、勝ち得るかっていうか、取得するかっていうことで争ったわけやね、うん、で、それで出来上がったのがアメリカという国ですよ、そもそもの。じゃあね、もうということは、そんなそこで不利益になるようなことするわけないし、実際は、例えばそれを持ち帰ったところで、実際勤めて給料もろてるの誰よっていう話やね。うん、はい、でアメリカが大株主だったとしても、イギリスが大株主、フランスがいろいろやってますって言ったところで、結局給料もらってるの日本人じゃんっていう。うん、じゃあだからそこに不満があったら全員辞めてんじゃないのっていう、そうでもなかったわけやんね。うん、だからものすごくうまくできてるね、この仕組みって。でもここでポイントとなるのは、それをトランプが3年も前にね、言わずに日本人、特に10代、20代に勤勉さが認められないとして、アメリカの経団連の年長を集めて、ね、もう売却していったんじゃないのと、中国とか。うん、ほんで、それでアメリカを資源援助的にね、救済するっていうね、まあ、それを売却することによって、ね、自分たちの会社を守りなさい。じゃあ、なんでじゃあアメリカっていう大国がトヨタ売れていいの、ホンダ売れていいの、
大量に株保有してるからでしょ。そうじゃなかったらそんなフォードもいてクライスラーもって GM モノに出てけこらってなるんちゃうの。なってたやん実際。なんで急にならなくなったの、昭和40年代からなんでならなくなったの。これ50年代どないやった、覚えてる、みんなわかる、株を大量保有したからですよ。わかりやすいな。だからそういうことがね、まあわからないんだろうなっていうね、イメージでしかないね。な、日本立派やと思ってるわけや。じゃなかったら、じゃあ東芝なんであんな目に遭うの、シャープどうやった、そうやな、うん、いやそういうことですよ。ということは入ってくる新入社員が勤勉さが見られないとして、これはまずいと、株価を大きく下げる、ね、要因だとして、今の間に中国に売っていこうと言ったのは他でもないアメリカなんですよ。ほんなら自分のどっちかというと利権を手取り巻く、買えない買いとこうよと、ね、こんなイメージやんね。ほんで自分のこの会社をもう一度今一度大きくすればいいんじゃないのって、こんな感じやね。これね、日本も例えば韓国政府も何にも言われへんのは、結局はどういうことか言ったら自分たちもやって戻るからね。わかる、いやそれやったらバブルの時にはさ、自社株をね、どん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 買い戻すとか頑張ってきたらよかったけど、ね、自分たちも自分たちの子息に不安を感じててね、大丈夫かこいつらと、ね、こんなやつに会社任せれるかなって考えてきた多くの日本人は、その勤勉社会、勤勉を守ってるところとか、あとハラルが効いてるところを守らぬならんところにいっぱい出資してきちゃったんや。ってことは結局はアメリカと同じことやってるわけよ、韓国も。なんとなくわかるやろな、そういうことやね。そうですよね。ってことは言えないよ、アメリカアホって言えないわけや。じゃあイギリスボンクラって言えないわけや。何しよんねんって言えないやん。人の運動して相撲取りやがっててよう言わんや。言えないね、残念やけど、これ。なのに言うてる人今ボーボーいてるやん。いや、こんな悔しかったら買い戻さんならない。できへんやん。だからまあ、結果的に今の地球は、僕らの認識で言うと、まあ国家とか政治家が動かしているように思うけども、やっぱりこの金融資本主義で、経済が動いてるっていうふうになった時に、結局会社であったり、その会社の大株主だったり、の人たちのビジネスですね、要するに。はい。それの原理で世の中が回ってるっていうことになるんですよね。そういうことじゃ、そういうことじゃ。と安売りされてどうよ、うん、だってまずそこの利益を何としてでも生まなななんていうのは仕組みが株式会社でしょ、うん、それは待ってくれへんで、そやろ、あだからものすごい合理的にできてうまいことなってるやん仕組みが、うん、なんでもしゃあないやん。ただまあそこの、まあ、マネーゲームというかそこの、まあ、要するにこう市場っていうのは、要するに社会情勢とか、まあ、そういったこう世界の情勢にいろいろ左右されるところがあってですよ、まあ、そういったところをマスメディアとかいろんなものを通じてですよ、もちろん戦争を仕掛けてみたりとか相手方に資金提供してみたりっていうことで、まあ、いろんなありとあらゆる手段を使っていきながら結果的に最終的に自分たちが儲かるような、まあ、いろんな仕組みというか雰囲気を繰り出してるんじゃないかっていうのも、まあ、それは陰謀論的なものなのか本当に実際そういうのは、まあ、見て取れるものがあるのかというと、マルさんから見てどう思います、そのメディアとかそういったものまで含めると。いや当然やってるよ、当然やってますよ、そのやってないわけないじゃん。だから自分とこどうなってもええわけがないわけで実際、そうやろ、いやほんで膨大に持ってんねんからそこだけは守ってよねっていう、でそれでも守れないってケツアリがいっぱい世界中でおるわけやから、そやろ、ほんな手放すやで、どこにっていう、誰にっていうことやんね。ね、そりゃ今チャンスと思ってる人たちのカントリーもあって、どん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 買収に入るわけやんな。そうですよね。うん、もちろん。だからコロナとかでロックダウンしたりして、ね、経済がね、落ちてきても株価がなんか下がっていかないのって、なんか買ってる誰かが、みたいな。いや、そういうことや。買ってんねん。大型買収してんねんね、今。ですよね。チャンスは今しかないじゃん、だって。だからまあ個人投資家がそんなに勝ったからってあんな株価が上がると思えなくて、ある程度機関的な投資家だったり大きなお金が動かない限り、あんなに今の経済実態からした時にあんなに株価が高騰するなんてことは考えにくいわけじゃないですか、市場の原理からしても。安値にしたところをどんどん買っていきながら支配力を強めていってるっていう流れですよね。国民の使用によ、はい、これ第1位どこですか、はい、アメリカ。第2位どこですか、中国です。今第2位中国ね。それはね、アホみたいに人数おるからって評論家言うね。まあ、どんくさい評論家の皆さんがたくさんおられて、で、その人たちは、どっちか言ったら、分析、まあ、教科書、いろんなことを持って、まあ、言うてはるのはわかんねんけども、ね、人を意外と返せないことが多いのよね。なるほどね、はい、中華人民共和国、はい、13兆1813億円、うん、はい、第2位です、堂々のアメリカについてね。だから国民の総所得ですよ、 GNI って、
国民の総所得が第2位におんねん。ほんでなんと第3位日本5兆、うん、またこれ半分以下やねんけど第3位5兆ってやると思う、はいはい、やりますね日本、うん、日本ごっつい不思議でお前評論家はこないね10倍いてるんですよ中国の、うん、こんなまたまたそんなもん日本になんか追いつけませんよって言うてるわけや。いや違う残念ブーわかる。あのね資本社会っていうのはね大幅に消費を生んだらさらに良くなる社会のことなんですよ、うん、そもそものね、これ共産主義社会って言ってるけどものすごい稼いでるんですよ。分かる？世界で第2位。それはねもちろん10倍いってますよ人口は。ところが全体で見た時の消費率言うたらどんなもんよこれって恐ろしいで考えたら。そういうことがきちっと理解できたら全然到底話になりませんよ。いや本当にどんくさいです。ものすごい賢いですよ。したたかですよ。全体消費率のほんなら何倍起こってるのっていうことやから日本の。そうやんな。物が動いてるんですよ。野菜がどんどん減ってんですよ。食べ物も。ね。ああ、そうしたら、じゃあ、どこから買うてんのってなるやん。そうやんな。なあ、ほんなら売る人なかったですかっていう。共産国やから売りますよって、そんなんありましたですかって。ないじゃんっていう。そこは資本社会なんですよ、ちゃんと。まあ、要はつに何か民主主義だろうがさ、共産主義だろうがよ。なんとそこだけはきちっとね、合理社会に乗っかってんですよ。そうですよね。ね、はい、資本主義社会に乗っかってんですよ。この資本主義社会が中心にあるだとしたら、民主主義だろうが、共産主義だろうが、社会主義だろうが、全部一緒なんや、はっきり言って。そうですね。はい、要はそれに実力。はい、これ実力評価っていう意味ではもう決定的に一緒なんです。そうですよね。まあ、実力があるって言うとるわけや、この共産主義は。だからある程度こうイデオロギー的な対立であったりそういったところを前面に出すけども、結局マーさんの言った資本主義というところをちゃんと理解してる連中というか人たちはきっちりとそこで利益をしっかり取っていくっていう風な位置にポジションにずっといてるわけですよね。そうそう、どちらでもいいわけですよね結局。右に行こうが左に行こうが、そう、何でもいいね、勝ったらいいというか結果的に。いやだから言うてるやん。だから結局は ね、あトランプやー、ね、それはトランプ、俺ねバイデンよりはトランプの好きやね。何でか分かる？バリに土地持ってるから。あ、はいはい、どれだけや分かる、近所のよしみみたいなもんでさ、はい、なんせやけどあいつカラード全部掘り出そうにかかってもう最悪やもう、うん、いやほんまにめっちゃ怒ってた。俺も拗ねてたもん、なんでそんなことすんやと。俺の先輩もボコボコ言わされてね、いや本当に。だからそういうね、いわゆる変革っていうかね、今までギャーね、自分のアムでも金持ってるくせしてさ、分かる？ちょっとほんでね、それ貧困層の民や言うて、ほんでなんでほんならそんなんなんで黒人立ち上がりますかっていう話やね。うん、そやろ？ああ。ということは、もう言うてることが死に滅裂、はい、それももうバッチリ分かってますよ。ね、でもポイントとしてはさ、言うたやんか、民主主義だろうが、共産主義だろうが、ね、なんぼ稼いでるか国民が一人当たりが、はい、こういうことが勢いなんですよ、うん、消費を生むところに物って流れるんですよ。物が流れるっていうことは必然的に人の目が向いてるんですよっていうことやね、はい、誰がリーダーやって言ってるわけです、うん、今ギリギリアメリカリーダーやけどもう時間の問題ですよって言ってるわけや。いや本当に丸さん、だからそう考えると結果的に国際金融資本って呼ばれてる人たちなのかどうかわからないですけど、まあロッチャイルなロックフェラーなのかどれかはわからないですけども、うん、結果的に中国が勝とうがアメリカが勝とうが日本が勝とうが結局は儲かるっていう仕組みを引いてるとするんですよ、まあ、結果的にそこら辺と中国の共産党っていうのは政治的につながってるとかどうか抜きにしても資本的にはやっぱりどっかでつながりながら共存共栄してるっていうふうに僕は思うんですけど、今の話聞いてる、一緒なんやで。だからそういうことね、一緒ですよね結局は。あ、どれでもええねや、言わずにリーダー変わるだけ。うん、じゃあの例えばさ、じゃあ僕たちが従業員、平社員、社長変わりました。何か変わるか言ったら何も変われん。うん、ね、多少薄ら、うるさなったり、多少縁もゆかりも薄らいだり、そういうことでしかないね、要するに。いや、そうしたら信用と信頼を作り始めとかなあかんの、ちゃうか、日本さんと頑張りなさいよという話ない。うん、そういうことやな。だからまあ、なんかね、トランプが結局その、なんとなく今までの既存の勢力に対してですよ、うん、戦いを挑んでるような構図に見えて、やっぱりやってる人も疲弊しちゃってる人たちが、もうこれはなんとかしてくれるんじゃないかっていう期待のもと、もうめちゃめちゃ応援してる人たちもやっぱり一定数いてるわけですよ。まあ、アメリカの国民だって、まあ、7000万票以上投票したっていうことは、あんだけ叩かれて、ある種あんだけめちゃくちゃしてても、7000万票も取れるって、みんなも、なんかあるんじゃないかなみたいなところはね、うすうす気づき出してるみたいなところあったりするじゃないですか、うん、ただねポイントがあんねやんか、はい、絶対にトランプならとかバイデンならって言ったら、うん、
絶対過半数7割以上なりませんよ。違いますか。そうやんな。え、勝負しとるところがもう問題やろ。なんでか言うたら、それもそのはずないんで、どっちでも一緒やから。だからその投票してる人たちは、ね、それが上院議員やとかね、下院議員やって言うんやったら、まあね、ああようやくやけど、それも投票してる、例えば市民の皆さんとか国民の皆さん、何も変われへんやん。一緒なんやっぱり。聞くと、やっぱり、その人たちすごい上手です。両方の利害をバランス取ってるというか、まあ前で言うとね、ある程度偏っていけたところを、今は左も右も、まあ、もう本当に貧困層も富裕層も含めてですよ、うまいこと真ん中にこの軸を持ってきながらコントロールしてるように聞こえますよね、今の話だと。うん、そう。ね、おんならめちゃめちゃ困ってるか死ぬか言うたらそうでもないわけで、これギリギリな、なんとかあかんとか援助もしたりもやりよるわけやねん。な、おんならもう完全の悪か言うたらそんなんなかなかおらんわけで、それやったらもう完全に滅ぼされてるっちゅう話や。うん、じゃあの、その民間人間で立ち上がるっちゅう話やんな。日本だってそうや、その、どんだけアホでも立ち上がるっちゅう話や。俺だ、これかって立ち上がるの、どんだけアホでも。いや、ほんまに寝てられる。いや、そういうことやねんて。な、だから、結局はどういうことかったら、頑張って、ほんならね、乗っ取りやとか適当やとか、こいつらこんなことしやがってと、人のよそ様の国来てとか、なんとかやってるけど、じゃあの、放り出して首締まるのは自分たちなんやね。うん、そもそもの。そやろ、だからどんくさいわけやん、それ。それやったらバリ島みたいにいらっしゃいって言うとったら、何もでも来てくれるのに喜んで。違う？そういう路線にないことがもうやっぱり保守でしょ。うん、ね、だから世界中やっぱりね、保守は保守は保守はと、もちろんね、伝統大切にね、やっていかなな、進めなならんねんけど、いや、ちょっと待ってくださいって、グローバルでしょ。グローバルってどういうのって知ってるっていう。もともと自分とは違う、異なるものを受け入れるということなんですよ。はいはい、じゃあな、そうやって地球を何とかまとめて一つにしようと頑張ってるんですよ。はい。ところが、ね、ほんな中国出ていけっていうわけや。いや、出ていけて、いや、それやったら金使わんといてくれよっていう。散々使ってきて、お前給料取りまくってきたかね、今までと。何を言うとんねんっていう。だから、そんなことはアメリカがやったんですよ。な、戦後間もなくアメリカが日本や韓国に施したことです。本当ですよ、嘘じゃないから。それをほんなら今度な、中国が頑張ってますって。それは頑張るでしょ。だって第二の大国になってきよったんや。な、そうやろ、ロシア差し置いて第二の大国になってきたら、そんだけ下請けやってきたっていうことやろ、これ。わかる？な、俺はね、共産党支持、主義でもね、支持でも何でもないねんけど、ね、当たり前やんって言われちゃう。そうやろ？いや、それやったらなんで日本人がやね、ね、ビルやのタワーやので中国人に売り飛ばすの。な、これは作戦でしょ？要はするに。一旦持たしといて、税金ボーボー取って、バブル崩壊してフラフラになったら、な、誰にも売れへんっていう作戦でしょ、これ。そうやんな。日本買ってやられましたよ、世界中。え、まあ、またね、買い占めて。やられましたよ、死ぬかと思います。そうやろ、結局は世界は同じことずーっとやらかし続けんねんって。ですよね。じゃないとロックフェラーセンターを日本人に買わせないですよね。はいはい。あのロックフェラーですよ、要するにね。なんぼでもお金あんのに。わかる？そうやろ？な、ほんならやってごらんよっていうことですよ、簡単に言うたら。一旦やってごらんよと。ね、さあできるかなって。そうやろ？それが実力ですよ。女の水源地全部中国に行かれて偉いことになるわ、日本って言うけど、女は水源地持って帰れるかやったら誰も持って帰られへんわけで、結局ね、利用するのは、検査も入れた日本でしょ、うん、間違いないな。ということは、俺からしてみたら、な、利用するでもええよ、アコギな言い方したら。でも、助けてくれとるみたいなイメージもあるよ。うん、じゃあ、それで助かってんねん、実際。恐ろしい税収ですよ、はっきり言って。だから、そういうことがちゃんときちっと理解できたら、な、親日中国人言うたら、ものすごいいい人ばっかりですよ、僕何人か知ってるけど。いや、それはもう反日中国人はボロカスやけど、はっきり言って、日本のこと。それでも親日中国人っていうのがちゃんといてるんですよ。じゃなかったら買う？買わないですよ、ビルなんか日本で。当たり前やん。だってどうにでもできんねんもん、日本人によって。ちゃう？例えばですよ、僕たの人間だったら、まあ一旦中国市場に買わせといて、うん、日本の税ちょっと動かして、税ってちょっとくちょくちょって維持って、めちゃめちゃ高いお手伝いでとか、なんか外国人がオーナーの企業にはめっちゃ課税を増やしてますよって言って手放して、そうなった時にちょっと買い戻したら、すごい安くそのビル結局買いましたみたいな感じにならないです。うん、いや、中華な、あのな、これ簡単なことで、どっちがやったらな、はい、それって言ったら権利所得なわけや、世界中。わかる？俺がバリ島にたくさん持ってるのも権利所得なんや、どういうことかだったら。
持って帰れるやつじゃない。だから車とは全然違いますよって言われて。車ならさ、船積んでても持って帰ったりするやつおるわ。なんせやけど、結局はバリのために、わかる、うん、ずっと俺は納税の覚悟ですよってやってるわけやんか。ね、さあ、だから新日を多く生んできたんじゃないのかって言われちゃうね。こっちで雇用もなりいろいろしてきたわけで。なうん、その代わり権利取得だから、もし終わったらとか、うん、な、もし家賃がいただけるのなら、うん、まあこれは管理やってくれた会社と、まあこっちの現地の企業と、僕と分け分けしましょうねと、こういう仕組みになってるわけや。じゃなかったら、なんで高級ホテル泊まり歩いて調子ぶっこけんねんって言われちゃう、そもそもの。じゃあ、これ30年やってますよ、僕。ということは、どういうことかやったら、ありがとうや。お前のこと言ったら。お互いがやね。インドネシアだろうが日本だろうがありがとうやんか。じゃろ、なんで他の国や地域ではできてね、あ、これが台中やったらできない、台米やったらできないってこういうことやんか、うん、じゃろ、裏切られたら初めてやと思えへん、うん、じゃろ、これをやらかしかけたよね、トランプは。ほんまのこと言ったら、でねえげこらって言うたよね。おもろいやこれな。いや本当に、だから僕ははっきり言うてね、何人でもええと思ってんねん。悪いリーダーがや。な、その代わりたくさん雇ってよと、もっと増やして給料いっぱいちょうだいって。じゃろ、それは作戦でしょ。だからまあその本質的な部分っていうよりは感情的な部分ね。中国人が乗っ取られてしまうとかっていう、まあ中国人はウイグルで虐殺もしてるし、人権のね、差別もしてるし、香港も弾圧してるし、そんな中国人が買うとっていう感動的な部分がやっぱりだいぶ前に優先されてる思考回路になってしまってますよね。あのね、これはね、一番ポイント言うね、はいはい、ね、ウイグルと日本の決定的な違いっていうのはな、株式会社の数、資金のね、言わずに、まあ、数値が違うけども、もう全然違うね。そういうことを、例えば思い切って国がやっただとしたら、さあ民間どないになりますか。大暴れしますよ、これ。全国でナイフになりますよ。さすがの中国も。大枚はたいとんねんで、立派な。中国の個人や企業がバッキバキに日本にも投資してきたわけで、アメリカにも、うん、あちこちやってますよこれ、世界中に。アフリカなんかえぐいよほんまに、ね、インドネシアにもやってますよ、ね、インドネシアはパッツンやけど、どっちかやったらよほどにコロナ出てけみたいなイメージやけど、うん、そうやけど、どっちかやったらそれはやらかすからで、いわゆる厚かましからで、簡単に言うたら、うん、じゃあのでも、ね、そこが厚かましない人、ええ人やったらどんどん植えるかもね。そんなん普通ちゃうのっていう。隣の人が、おっさんが厚かましにどん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 土足で上がってくるようなやつやったら出ていけってなるやん。そやろ？これ個人の範囲でもそうやで、そんな。うん、そんなことは普通で当たり前ですよ。だからやらかしがちだから、世界でね、嫌われ者になってみたりもするけど、うん、ええ人はええ人でおんねんでいっぱい。どっちにもいてますよ。やっぱりマツさんなんかずっと聞いてても、僕が思ってる以上にちゃんと計算されて、まあ、情報であったりいろんなものが思って出てきて、まあ、僕らはそれを鵜呑みにして、結局さっくらしている間に彼らはきちっとこう体制を固めていきながら、結局こう美味しいとこを全部こうそれで抜いていくみたいなイメージですよね。いや、そもそものユダヤだってそうやし、あ、イスラムだってそういうのあるしね、そういう組織的に頑張ってるとこ世界中におんねん。実は日本勢にもいても、もちろんありますよ。なせやけど、そのやられたらやり返す、やっちゃったことで言えるっていう話は、もう言えないじゃん。やっちゃったんだから自分たちも、うん、そやな。それが固くなに、そんなんしたら飽きませんって言い続けてた国と地域なら別やけど、ね、一緒のことやっとるじゃんっていう、世界中で。なのに、ね、ここはダメや、って言うわけやろ。な、そんなわがままどうやっていう。だから僕たちに言えることは、僕たちがそうでなかったらそれでいいよ。うん、そうですね。そうですね。だからまあ、中国がこう市場経済に仲間入りして、まあ、多分あの頃でもものすごい、もう中国がね、あの時の力であんだけ短期間に経済発展できるとは思えないし、やっぱり裏で資金提供したり投資したり、まあ、グローバリズムっていう考え方はどちらかというと、会社が M&A をしていきながらどんどん会社の規模を大きくしていくで、合理的に社会を作っていくっていうのを結局地球レベルでやってるのが、まあ、いわゆるロックフェラーとかロシチャルドとか大資本家たちのなんかやってる世界戦略なんじゃないかなっていうのは、なんかマツさんの話をトータル的に聞いてたら感じますね。あ、まあただね、ロスチャイルドのおっさんがってどういうこと書いたら、どうにもならんねって、本当のこと言ったら、あ、自分ではどうにもならんねやって、うん、
わかる、うん、それはもうあっちこっちね、言わずに据えず、運河からなんとか運河からね、頑張っちゃったりもするよ、そういう利権大好きやから。ね、はい、チャリンチャリンチャリンっていうの、これ大好きなんですよ。大好きやからやるけど、でも、じゃあやれへんかったらできとったかっていう話がもっと根底にあるのよ。うん、そやろ、だから戦後焼けの花の日本が、韓国がなんとかなれたのは、実はそうやって資金提供してくれた人たちのおかげも実はあって、その人たちをどっちか言ったら親とするのなら、すねかじってたわけや、簡単に言うたら。だろ、まだ船の時に。ところが大人になってから大暴れするっていうことは、どっちかというとこう微妙でもあるよな。ただし、ポイントはいつまで続くのっていうことだ。そうですね。それだけですよね。だって親父が死ねへんねんで、ね、わかる、ミイラになってでも生き続けとるみたいなイメージと仕組みなんだ、これすごいやん、延々継承されるよこれ、ね、日本これから、はい、いや淘汰されるって、だから淘汰されますから、はい、淘汰される。だからね、今一番ええのを教えてたのが、準備を進める、商店主の数を一気に日本を増やしてかかる、もう乗っ取られないという工夫が必要です。